皆様ご起立願います。皆さんおはようございます。ご着席願います。ただいまより本日の会議を開きます。はじめに本日の出席委員数および地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職指名につきまして事務局長から報告いたします。ご報告申し上げます。まず本日の出席議員数についてでありますが、本日のただいまの出席議員数は22名全員であります。次に地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職指名についてでありますが、配布いたしております名簿の通りでありますのでご静覧願います。以上でございます。以上で報告を終わります。次に今期定例会の会議録署名議員については3月2日の定例会第1日に12番高岸博之議員、14番田組隼人議員を指名いたしておりますので両議員よろしくお願いいたします。次は日程第1議案第8号辰野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてから議案第11号兵庫県市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議についての4件を一括議題といたします。これより条例議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第8号から議案第11号までの4件は総務生活常任委員会に付託いたします。次は日程第2議案第12号辰野市重度心身障害者介護手当支給条例の一部を改正する条例制定についてから議案第15号辰野市立学校設置条例の一部を改正する条例制定についてまでの4件を一括議題といたします。これより条例議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第12号から議案第15号までの4件は福祉文教常任委員会に付託いたします。次は日程第3議案第16号辰野市と土地区条の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例制定についてからついて及び議案第17号指導の路線延長、路線認定及び変更についての2件を一括議題といたします。これより条例議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので質疑を終結いたします。ただいま日程とな議題となっております議案第16号及び議案第17号の2件は経済建設常任委員会に付託いたします。次は日程第4議案第18号令和3年度辰野市一般会計予算から議案第28号令和3年度辰野市国民宿舎需要会計予算までの11件を一括議題といたします。これより条定議案のに対する質疑に入ります。本件の質疑は議事の都合により配布いたしております令和3年度各会計予算質疑順序表の質疑順番表に順番により分割して進めてまいります。なお申し合わせにより事故の所属する予算決算特別委員会分科会の所管事項につきましては所属分科会で質疑していただき、この場では質疑を控えていただきますとともに会議規則の規定により質疑に際しては事故の意見を述べることができないことになっておりますので、この点についてもご発言にご留意をお願いします。また質疑の際には予算書予算参考資料のページおよび巻項目等の科目名を言っていただきますようお願いいたします。それでは初めに議案第18号一般会計予算第1条中の予算歳出予算のうち質疑順番丸1の第1巻議会費から第2巻総務費までの間でご発言ありませんか。はい、3番堀譲議員。情報管理費、予算参考資料21ページの、観光地の Wi-Fi 運営事業についてで、こういうこと、一番疎いんで、ちょっと教えてほしいんですけども、まあ、今回は観光対策用としての、まあ、運営事業ということになるんですが、
Wi-Fi の、災害時の対応はもう関係あると思うんですけど、それは災害時はどのようになっているでしょうか。総務部長。ですね、災害時につきましては、Wi-Fi については、特に市の方で対応していることはございません。3番、堀譲議員。本当にね、情報収集する上でね、観光なんかもこういうふうに情報の中で、Wi-Fi を運営事業するわけですけれども、災害時もその情報をいち早くキャッチするという意味では、こういうことも取り組んでいく必要があるんじゃないかと思うんですけれども、今後もこういう災害時に対しての Wi-Fi に対策、対応は全く考えられていないということです。はい、総務部長。ですね、今のところはですね、通常の通信で、携帯とかですね、そういったものでということなんですが、将来についてはですね、例えば避難所とか、そういったところについては、調査、研究する余地があるのかなというふうには考えます。他にご発言ありませんか。ご発言がないので、次に質疑順番丸2の第3巻民生費でご発言ありませんか。3番、堀譲議員。児童福祉医療費、高校生の医療費の助成事業ということで、高校生を対象に入院費の保険料が無料化していただくことで、還元をしたいと思うんですけれども、これは高校に在籍者のだけが対象なんでしょうか。はい、市民生活部長。はい、対象とさせていただこうと考えておりますのは、15歳に達する日の翌日以降、最初の4月1日から18歳に達する日以降の最初の3月31日までに間に会えるものということにしておりますので、高校に在籍しているということが条件ではございません。他にご発言ございませんか。3番、堀譲議員。はい、ありがとうございます。別のことでちょっと予防接種、予防費について、予防接種、乳幼児の予防接種、1歳児だったの6ヶ月からということで、これも少しでも拡大していただいたということで歓迎したいと思います。それから高齢者も予防接種、インフルエンザなんかもあるんですが、その中間がないんですね。で、確か、ちょっと勘違いやったらごめんなさい、昨年度は、コロナの影響もあって、小学生もインフルエンザの予防費のを免除という形を取ってもらったと思ったんですけれども、それはもう継続はされないということです。はい、健康福祉部長。令和2年度につきましては、小中学生の方に対しまして、1500件の助成を、クーポン券を発生しましたが、3年度につきましては、今のところは現時点では当初予算では計上しておりません。3番、堀譲議員。確かコロナの関係で、そういうふうに今日緊急にしていただいたと思うんですけれども、コロナの状況、まだ続きますんで、ぜひ検討をお願いしたいと思いますが、検討の余地はありますか。健康福祉部長。今現在、コロナの感染の拡大防止対策について、市長をはじめ、いろいろと対策をしております。その状況に応じまして、また今後の状況を見ながら、また対策本部等で総合的に検討してまいりたいと思います。他にご発言ありませんか。ご発言がないので、次に質疑順番丸3の第4巻衛生費でご発言ありませんか。ご発言がないので、次に質疑順番丸4の第5巻労働費でご発言ありませんか。ご発言がないので、次に質疑順番丸5の第6巻農林水産業費でご発言ありませんか。ご発言がないので、次に質疑順番丸6の第7巻商工費でご発言ありませんか。ご発言がないので、次に質疑順番丸7の第8巻土木費でご発言ありませんか。ご発言がないので、次に質疑順番丸8の第9巻消防費でご発言ありませんか。
ご発言がないので、次に質疑順番、丸9の第10巻、教育費でご発言ありませんか。ご発言がないので、次に質疑順番、丸10の第12巻、交際費から第14巻、予備費までの間でご発言ありませんか。ご発言がないので、次に質疑順番、丸11の一般会計予算の歳入で、第1巻、市税から第22巻、司祭までの発言間でご発言ありませんか。ご発言がないので、次に質疑順番、丸12の一般会計予算、第2条、債務負担行為から第5条、歳出予算の流用までの間でご発言ありませんか。ご発言がないので、これで議案第18号一般会計予算の質疑を終わり、次に特別会計予算に入ります。質疑順番、丸13の議案第19号学校給食センター事業特別会計予算から、議案第21号医療公平委員会事業特別会計予算までの3件についてご発言ありませんか。ご発言がないので、次に質疑順番、丸14の議案第22号国民健康保険事業特別会計予算及び議案第23号後期高齢者医療事業特別会計予算の2件についてご発言ありませんか。ご発言がないので、次に質疑順番丸15の議案第24号介護保険事業特別会計予算及び議案第25号病院事業事業債管理事業特別会計予算の2件についてご発言ありませんか。ご発言がないので、これで特別会計予算の質疑を終わり、次に企業会計予算に入ります。質疑順番丸16の議案第26号、水道事業会計予算についてご発言ありませんか。ご発言がないので、次に質疑順番丸17の議案第27号、下水道事業会計予算についてご発言ありませんか。ご発言がないので、次に質疑順番丸18の議案第28号国民宿舎事業会計予算についてご発言ありませんか。ご発言がないので、これで令和3年度各会計予算の質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第18号から議案第28号までの11件は、予算決算特別委員会に付託いたします。以上で本日の日程は終了いたしました。この際お諮りいたします。委員会審査のため明日3月6日から3月17日までの間休会にいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって作用を決しました。次の本会議は3月18日木曜日午前10時より再開いたします。本日はこれをもって散会いたします。皆様お疲れ様でした。